連邦航空局作成の空港配置図ニューアークリバティ国際空港はアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューワーク市にある国際空港。ニューヨーク JFK、ニューヨーク LGA とともにニューヨーク市の玄関口の一つである。他の2空港がニューヨーク州にあるのに対してニューワーク国際空港はハドソン川を挟んだ対岸のニュージャージー州にあるものの ニューヨーク市街地中心部に最も近い空港である。ニューヨーク都市圏で最初に開業した空港であり、また航空会社が支払う空港使用料が世界で2番目に高い空港である。その位置関係はニューヨーク地域の空港一覧を参照。アメリカ国内線のみならず国際線も多数乗り入れているが、ジョンカイケネディ国際空港に比べて発着枠に若干余裕があるため、 比較的混雑は少ない。ただし、ユナイテッド航空が、ハブ空港として使用しているため、同社便を呼び、同社便に対する乗り継ぎを目的とした便が、集中する時間帯は、離着陸を待つ飛行機で混雑する。2001年に旧、11テロ事件の犠牲者を追悼する形で、従来の名称に、リバティが加えられ、ニューアークリバティ国際空港となった。 なお、現地の地名、ニューアークは、ニューアークではなく、ヌーワークといった方が、本来の英語発音に近い。ニューアークリバティ国際空港は3つの旅客ターミナルが設けられている。ターミナル A 及びターミナル B は1973年に完成し、最上階が出発、中階が到着、地上階が航空業務に充てられている3層構造からなっている。各ターミナル間は、 エアトレインで結ばれている。それぞれのターミナルには3つの番号が付けられたコンコースが設けられている。例えばターミナル A はコンコース A1、A2、A3 に分かれている。ゲート番号はすべてのターミナルを通して連続している。ターミナル A には10から39まで27のゲートがある。このターミナルには入国管理施設が設置されていないため、 カナダからの便を除き他国から到着する便は使用できない。ターミナル B には40から68まで23のゲートがある。出入国管理施設があり、国際線や外国籍航空会社に利用されている。ユナイテッド航空専用のターミナルである。出入国管理設備が完成し、国際線にも使用されるようになった。ターミナル C だけではゲートが足りないため、 ユナイテッドエクスプレスの一部の路線はターミナル A を使用しているほか一部の国際線はターミナル B に到着する。2001年9月11日に発生した9・1 1テロ事件で同日午前10時10分頃にピッツバーグ郊外シャンクビルの森に墜落したユナイテッド航空93便はこのニューアーク国際空港を離陸したサンフランシスコ国際空港行きの便だった。 空港のターミナルからエアトレインで結ばれているニューワーク国際空港駅からはニューヨークペンシルベニア駅へニュージャージートランジットの列車が走っている。これを利用すれば直通列車なら所要時間は30分以内、料金も15ドル25セントと手頃である。席は自由席で、切符は全席背もたれ上辺の切符バサミに刺しておくと、車内改札でそれを取って、 係員が検察してくれる。料金は若干割高となり、持ち込みで荷物の制限もあるが、アムトラックの北東海路線を走る列車の、うちのスイーストリージョナル等の空港駅に停車する列車も利用可能である。また空港からニューアークペンシルベニア駅まで、ニュージャージートランジットバスを利用し、ここからパストレインを利用する安価な方法もあるが、乗り換えが面倒な上、時間も、 非常にかかることが多い。ニューアークエアポートエクスプレスが各ターミナルを経由し、マンハッタンのポートオーソリティバスターミナルを通り、終点グランドセントラル駅まで約40から50分で結ぶ。朝4時過ぎから深夜午前2時までの運行、日中は20分おき、早朝深夜は30分おきの発車。片道17ドル、往復券30ドル。他にマンハッタンへは、 主要ホテルなどへ向かう、相乗りのシャトルバンや、主要ターミナルとの間を結ぶ直通バスを利用すると、比較的安く移動することができる。ニューアーク国際空港は、ハドソン川を挟んだ、ニュージャージー州側に立地するにもかかわらず、距離的には、ケネディ国際空港よりも、マンハッタンからは近く、また渋滞も、比較的少ない。ニューヨーク市内から、 ニューヨーク市のイエローキャブを利用してニューヨーク国際空港に行く場合には営業許可の関係上イエローキャブはキロに客を取ることができないためその召喚分として15ドル高速とトンネルの料金を割り増し請求されるまたニューヨーク国際空港からニューヨーク市またはエリザベス市のタクシーを利用してニューヨーク市内へ向かう場合には行き先に応じて75ドルの均一料金が 請求される。ありがとうございます。